えー、今回はですねベーシックインカムについてちょっとお話しましょうかベーシックインカムを実現すると社会保障一切なくなるみたいなね極端なことを言ってらっしゃるかと思いますもちろんそれもベーシックインカムの一つのやり方なんですよベーシックインカムがある代わりに生活保護もない医療費補助もない学校も全然補助をしないとこういうのもありだと思うんですよねそうなるとおそらくですけども 学校に行かせるのか塾に行かせるのかっていうふうな分け方もできますしそもそも学校に行かずに自習を家でするっていう形もあると思いますやっぱり、ね、優秀な人って自習ができるんですよインターネットで自分の覚えたいことを検索して自分で勝手に学んでいくと先生がいなくたって勉強なんてできますからねこれ肝心なことなんでもう一回言いますよ先生なんていなくたって勉強ごときはできますからね,ね優秀な人は先生ではなくて自習してるんですよ自分で学びたいものを学び取っていくんですよ だからその優秀な人を目指していかないといけないかなっていうところありますけども、これは今回の本論ではないんで、また別の機会にお話しましょう。はい。でね、ベーシックインカムが実現するとどうなるかってことなんですけども、これはね、私たちがデザインしなければなりません。ベーシックインカムは月に5万円。その代わり医療費は今のままねとかね、年金は残してねとか、高校とか中学はこのまま、一定の補助のまま生かしてくださいとかね。そういうふうに組み替えていくんですよ。 そういういうに考えていけなないいいんじゃない考えていくことができるんじゃないかなと思いますよねベーシックインカムだからといって全ての社会保障制度を全部なしにするみたいなねそういうふうな例もありますけどもそうなったらベーシックインカムの金額を35万とか40万にしないと合わないってことになっちゃいますその辺の相関関係も計算しながら理路整然とこういう形のベーシックインカムはいかがでしょうかっていうふうに自分なりに理論立ててベーシックインカムっていうのを作ってみてはいかがかなと思うんですよ私もいくつかモデルを考えたんですけどね その中の複数、一つっていうのが、まあ先ほどお話したように、ベーシックインカムは毎月、例えばね、7万円とか決めるわけです。5万とか7万とか決めると。その代わり、医療費は今のまんま、通常は3割負担とかね、4割負担とか、あんな感じでいくとか、それから学校は小、中、高、こちらはもう無償化で生かしてもらうってことですよね。 もう大体高卒まで99%以上の方が高校卒業されるわけですから授業料と学校に関わる費用だけは免除していただいてねあとプラスアルファで部活とか学校でのなんかサークルとかね同窓会とか学校のなんかこう寄付によって文化祭するところはその文化祭の費用とかこういうのはプラスアルファで実費で払っていいと思いますけども修学旅行とかね ああいうものは、あの、実費で払うしかないと思いますけども、まあ普通にね、5教科9科目やるぐらいは、教科書は無料とかね、教室の利用料無料とかね、学校の先生の給料はあ税金で出すみたいなことをしてもいいと思いますけどね。まあこのね、ベーシックインカムについての考え方っていうのは無数にパターンが考えられるんで、日本ではどの形がいいのかなってことはよくわかりませんけどね。うん。まあでも、竹中平蔵さんがベーシックインカムってことをポンと投げたことによって、今までね、 すごくマイイナーーだっったベーシックインカムってものが私もねこれ10年ぐらい前からずっとベーシックインカムっていうのは議論していたんですけどもついにねこれ公にベーシックインカムっていうのが広まる時やってきたかなと思ってちょっとねチャンスだと思ってますだからベーシックインカムって必ずしも悲惨のものになるわけではないんですよ。ベーシックインカムが全ての人の人生とか生活を守るためにどういった形が一番いいのかってことをこれから私たち国民が考えて提案していくってことになるんですよね。 はい。ではまとめになりますけども、ベーシックインカム。例えば、毎月10万円を一人に、もう、ずっとね、成人するまで給付。20歳になったら終わりみたいな形もあるかもしれません。その代わり、学校に関わる費用とか、教育関わる費用は全部、あの、補助が出ませんよとかね。いろんな形で考えられるんじゃないですかね。皆さんどういうふうなベーシックインカムをよろしいでしょうか。うん。そうですね。もう一回ちょっとまとめさせてもらうと、ベーシックインカム、私の場合は、毎月10万円の、お全員配布。 これ死ぬまでで、医療費は今のまんま、うん、学校も今のまんま、うん、あとちょっと思いつかないのがあると思いますけども大体こんなところでいいんじゃないですかねどうでしょうかね、うん、だから私たちは税金の恩恵をどこに受けてるのかってことをよく知った上でこのベーシックインカムってものを取り出さないと例えば道路や橋がね壊れても誰も修理来ないってことがあったら困るじゃないですかでそういったことも込みですよね はい、ちょっと難しいんでね、えー、今のところ私はこれぐらいしか言いませんすいませんベーシックインカムについてはベーシックインカムが導入されたかといって一切の社会保障がなくなるってものではないってことだけ今回はお話ししておきましょうそれではいってらっしゃい